राम राम प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। गेंशिन इंपैक्ट की नई वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं मित्रों। तो हमने अब वापस हाइपेशिया के पास जाना है और देखने की उसकी हालत कैसी हो रखी है। अब बचा तो लिया उसको पिछले एपिसोड में, तो अब देखते हैं उसकी। よかった。自分のことも心配し、僕の状況は僕が一番分かってる。医学が分かる人と話すのは疲れるぜ。分かるよ。ちょっとだからゲーバルボーニーかな。こういうタイプ。急に座ってどうしたんだ。ごめん。少し休ませて。बताओ भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ。お前らそんなこと話してたのか。条例院の送信計画なんて言えばいいのか全くわからないぜ。毎日気持ちよく過ごしてお酒と美味しい飯そんなこと言わないで。気にするな。とはいえ少なくとも博士は確かに何かの用事が。まさかファデュイたちは残票に関する何らかの秘密を守るために。さっき残票はハイパシアに自分の過去を覗かれた。気づいたか。残票も博士の行為は不満ない。じゃあもし博士が現れたら残票は神。こいつの話からすればそうするだろうさ。つまりこの仕事についてはこれで一件。うんティナリ協力に感謝する。そうするよ。よし、パルディスディアイの件はここまでだ。これからも目立たないようにこ。OK、अब हमने जाना है ग्रैंड बाजार और आगे बढ़ाना है अपने प्लान को। अच्छा प्लान है क्या मेरे समझ में अभी तक बताया नहीं इन्होंने प्लान है क्या। टिनारी बेचारा बैठा हुआ है शांति से, तो वेट करते हैं। वेट करते हैं फिर जाएंगे ग्रैंड बाजार। बाय अ कॉट साइड। चलो फिर चले ग्रैंड बाजार आगे के प्लान को वो करने के लिए।星と深淵を目指す。कब से ये दिख नहीं रही थी, अब दिख गई। तो चलो इनको भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं। नाडिया ने जब से इसको कंट्रोल कर दी थी तब से मिल नहीं रही थी हमको यहाँ पे, अब मिल गई है। नहीदा कौन? नहीदा नाडिया के तरफ से नहीदा। आ गए भाई हम, क्या प्लान है अब आगे का? जी どうだ?それぞれの仕事はうまくいったのか?順番に報告しよう。アーカーシャ端末の改装は完了した。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが状況はちょっと。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人ボリエル。そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗って進めだから博士を排除するって目標は無事。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預け。俺の方も順調だ。エルマイト旅団の面不用意な行動で敵に気づかれないように。よくそれだけの人数のエルマイト旅団を。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。んナイス。これ待てよ。そうだが、こういう時は士気を高めるために個人的な意見を求められるなら。はあアルハイゼン。ああ、もし何らかの一言を期待して適任者を探した方が。お前ら教令院の学者たちはよ。一つ訂正したい。そりゃ分かってるさ。その意味は文字通りかセノも演説好きなタイプには見えないから。ご主人様。旅人のことさ。その通りだ。おお、早速士気を高める。あれ
まって何してるの？あ、ミロだ。こんにちは。邪魔。全然。これから。真剣な顔で集まっても、ちらほら他の。いいところに来てくれたな。え、仲間になって大事な議論に。そう。やっ。ニーロ、君のスケジュールにまだ空い。え、本当にさ。अब इसके साथ भी कोई प्लानिंग कर रखी है क्या? ओके। वा, 私自分の耳を疑っちゃった。ご飯。あ、そうそう。爪ひひ。そ、私正直でも、クラクサナリデビ様のために。自分を信じろ。うん。明日。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで言いたいことは思いついたか、ご主人様。そうだ、計画は偉大だし。おい確かにその通りだ。重要な幸い最近うちには俺しかいないから。え、なんでもない。じゃあオイラたちは帰って寝るぜ。うん、じゃあいいと思うぞ。गुड नाइट भाई। अब हमने क्या जाके अपने लॉज पे सोने हैं? नहीं, वेट करना है। ओके, वेट नेक्स्ट डे 8 बजे के बाद करते हैं, फिर 8 बजे तक वेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और प्लान को। प्लान तो बताओ सालो है क्या? いよいよ計画を実行する日が来たぞ。アルタイン様にじゃない、きっとオイラたちを待つ。へえ、アルタイン、アルタイン様に会って、フィルミトロ。左から行って、パディシャラ。このプレイス、何だ。ओ, नहीं चढ़ पाया। चलो फिर इसी रास्ते से ही चलते हैं। मैं बोला शॉर्टकट हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। पर रास्ते से ही चलते हैं मित्रों, ऊपर को। ये रहा टाइम। किता का? चं। ओइरा वा योकु नेमुरे नकत्ता जी। お前はどうなんだ、アロハイ。前日の夜の休息も。アロハイダン。お前、自分が冷静だってことを自慢したいだけ。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも。ただ人をおちょくってるだけじゃんかよ。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か。Yes, just... 俺たちの目標は大賢者アザールの執務室だ。あまたの機密指令や。そう、向こうはザールケウスメじゃねえ。当然だが、そして500年前の大賢者がその装置を改造し、内部。それでどうやって。今日はジュニアナガルバの日だ。ここ最近の教令院の各学派の学者たちは多忙を極め、大賢者が執務室から離れ、水。当然だ。何せ過去の経験からしてこの時間帯な。神を救うために集め。ああ。行こ。オイラたち。そうだ。こそこそ。何も言い返せ。シデゴ宣言、サプケサムネ。オッケー。こういうのは、シデアムネ。グランドセイスケ、ウダルダメ。初期か。お待ちください。アルハイゼン。I'm not fine, man. 俺だが、どうした?あ、いえ。ただ、突然あなたがここに現れるなんて驚き。その、それと、どうか部外者を教令員の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。部外者?君はどのようにしてそんな結論を出したんだ?それはどういう意味ですか?私はチロン派でもトップクラスの学生です。
前回の院内論理学の答弁でも学何も見くびってるわけじゃない。ただチロン派の先輩としてある程度の思考能力、それに君が把握している情報から考えれば、そうなんですか。賢者の方々があなたを探している。まさか賢者の方々はあなたではなく。そこまででいい。やはりそうなのですね。先ほども言った礼はいい。はい、教練員への。 OK、 बड़ी रैली मना लिया था。さっきのは何なんだ。さあな。お前もわ。ああ、彼がいわゆる学者のプライドというやつだ。मतलब उसको खुद ही सोचते रहा कि भाई तो ऐसे सोचते हैं बट कुछ नहीं कहा इसने तो そういった学者が数。なるほど。かしこ。無駄にできる時間はない。OK、चलो फिर。आओ सब दाई ना पे। इधर पे आया हूँ मैं पहले भी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अंदर। आओ सब दाई ना, मतलब काफी बड़ी लाइब्रेरी है इधर। ここって教練員の図書館だよな。ああ、教練員の知恵の殿堂だ。ここって結構学生たちが通る。もともと教練員の日常はペースが速い。自然に振る舞えばいい。 OK、 तब से देख चुका बस वो मीट वाला पता नहीं क्या चीज है उस पे अंदर नहीं जा पाया था वो पता नहीं क्या है वो ऑपरेबल नहीं है करके आता उस टाइम पे जब पहले आया था मैं यहाँ。これは教練員内部のリフトだ。大賢者の執務室も上にある。いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性は排除。OK、とアザーケバーニカネカベルカリング。このドアから出てくる。それで、こっそり。どうなるかは知らん。だが。では、お前たちにヒントをやろう。こりあげ。私の居場所を知りたく。こんなに長いこと姿を消していたのに、教練員がまだ随分と前からお前の目撃情報が寄せられ。まさか大賢者様がそんなにも。ああ。だがお前よりもっと監視。お二人はスメールの賓客。押村くは今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。実にいい。回りくどいことをせずに。直接交渉を持ちかけるか。いいだろう。だがここは人がよく通る。じゃあ、フットマレーオフィスメン。外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち。では、旅人。今日はジュニアナガルバの日だ。私にはまだ処理すべき。なるほど。だというのに、我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうと。さまつ？では、ファデュイが私から何を得ようとしてい。ノーセス。全く話にならんよ。利益、神の権、神を作る。もし人類が。じゃあ、大王に来ないのであれば、我々は神の導きを再びこの手にする。たとえ世界中の危機で、これは学術都市の最終的な夢。神が自分の手から誕生するその喜びを、お前では永遠に一つだけ言うならば、神をなだめる。我々はマハールカ・デバータ様の恩恵を受けた民だが、今の暗くさなならば。そんなのへりくつだぞ。それじゃあとても賢いやつとかとても強いやつだけがいい神。やはり大賢者様の判断と同じ、教練員に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの感。オールハイゼン。とにかく命令通りにこいつらを教なあ。それからご要望の調査報告も旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。オールハイゼン、お前、オイラたち、やっとお前のことを信頼した。よくやった。
とても詳細にまと、今日はちょうどジュニアナガルバの日。その情報も一緒。セノみたいになるのか。アーカー社の演算能力により、お前の行動は全て予測される。つまりどこへ行こうとも形のない檻がお前を囲っているということ。権力を与えると同時に、とにかくお前はスメールの外から訪れた最大の変。やり方が卑劣だぞ。ないわ。卑劣？お前たちから見れば確かにそう。ここで旅人を犠牲にするのが。アザール様、言いたいことは分かりました。わざわざ私が計画を暴く。まずお前と旅人はキャラバン宿駅に姿を見せた。タイミングから察するに、離反して砂漠に逃亡。まさかオイラが。長い間教令員はお前から情報を受け取っていなかった。その上、彼らの先導のもと、お前が教令員を裏切る確率は、いくら言葉を並べようとも、それはただの推測。そう、それは唯一敬意を払えるところだ。私の推測が正しければ、まずジュニアナガルバの日に教令員へと紛れ込み、アルハイゼン、もしお前たちの作戦が見抜かれたら、アルハイゼンはトカゲの尻尾を切るように。セノはアーカー社の計算によると、近いうちに。では俺が今、たとえそれが冤罪だとしても、そっちに対したそ。いやいや、アルハイゼン書記官を失うのは教令員。ただ現状から見るに、教令員を裏切ったというか、アザール、あがくのを諦め。失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだな。そして、ユースリディヴァイン・ノーレッジ・キストル。裏切り者め。いかに理性的な学者でも、絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか。アルハイゼン。ただ残念ながら、神がお前を救うことはない。やつはもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。パクレゲオーケー、ディレイロギャプライン。大賢者様、ジュニアナガルバの日の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう。始めよう。おお、いいね。プランがさ、トラベラーが捕らえられるプランがさ。ニロ。パイモン、アクティング。あれ？そうなのか。ちょっと役に入り込みすぎたみたいだぜ。オイラのさっきの芝居、ここまでの動きは順調だな。オイラたち、ちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもん。あの大賢者アザールまで見事に待ってて、これから何するんだっけ。緊張してたせいか、オイラあまりを。確か
これ以外にも第一段階の行動にはもう一つも、わざと彼は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵だ。しかも、旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者奴らの警戒心が下がれば。お前がそう言うと、あい心理的なものってことか。でも、なんだか割に合わない気がする。もちろんそれだけではない。ラフマンに捕まった強霊院の学者たちによれば、クラクサナリレビは博士たちがその中、つまりたとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできた、じゃあオイラたちがナヒーダを呼び起こしたん。監禁室は強霊院内部にある。スラサタンの聖書からも相当。とりあえずラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカーシャ端末を改造しよう。しかし彼女を呼び起こ、オッケー、ナヒダコ उठाना हमारा काम है, अब कंसाइनमेंट में आके। ऑल राइट। だから今日ずここに閉じ込められる時、アーカーシャ端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じそう難しくなさそうだな。多分ナヒダコを考えるんだよね。アーカーシャ端末が光ってるぞ。ランプの点滅が早ければ早いほど信号が良好ってことだよな。やべえ、やべえ、チャマクラフィルジャーだ。Yesness? ये क्या है भाई? ये तो void टाइप का लग रहा है। कुछ भी नहीं है, black void. और ही नहीं था। बैरियर एक टाइप का वही लग रहा है, बैरियर जैसा दिख रहा है वो। नहीरा! ओ बोला, ये लाठा बोला। मैं वो समझते नहीरा।始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。私は一人前、そのためにずっと弁、民の心の声に世界中を助ける、あの後ろ姿にナハール・カデバータに。だけど賢者たちが想像す、仕方なく。ナヒーダー、どうして助けんげ、バリア取るな、パレガンゴ。ये जब हम नहीदा हमको बचाने के लिए वहां पे डॉक्टर से भिड़ गई थी। नहीदा! पावर यूज करो बैरियर पे। ここは静かね。そういえば自分の声を神にも、ここ神に、私の行い、私は私自身、ここは静かね。もしあなたがさっきの質問の答え、あなたは、ゆこねべ。でも私はもう、とおるとおるとおる、え、とるぎゃ、ナイス、バジェットおりりゃ。呼び起こしてくれたの。助けに来た。大丈夫よ。
私の身に起きた数々のこと。चलो नहीं तो बचा लिया हमने कॉन्शियसनेस को उठा दिया उसकी अरे इश्क का मुद्दा नो का चोक्यू वा दोदा योश ई शिरासे दा ना नाहीदा ओ योबी ओकोशी नी इत्ते रु आइदा गाकुशा ताची नो अरुकी मारु आशी ओतो गा दाइबु हेत्ता मिताई दा कानारी जिकान गा तत्ते रु शी केंजा ताची दा ना सोशितारा सुगी अब नीलो परफॉर्म करेगी और फिर कुछ होगा नीलो 本当にやるつもりか行ってくるよ私がどんな分かったどしかし万が安心してあの人たちああ分かったよありがとうツバイルさんनहीं ओ नीलो से खेल ले अब हम तो अब हमको परफॉर्म करना है तो मेरे ख्याल से ये मत करना गिटार हीरो के या किसी रिदमिक गेम के जैसे हमको बटन दबाने होंगे सही टाइम पे तब ये डांस करेगी तब हम क्लियर कर पाएंगे क्वेस्ट नीलो 確かに普段のステージよりは緊うんステージに集中すればいいお前ってやつはほんと口がうまいな一段落したらおっとこんなラッキーなはいはい真面目な話に戻ろうニーロさん俺だああ俺は強霊院で変な実験が行われていて魔物が逃げ出したもっと別の理由はないのかまあいいパーフェクトおいメリカルさんやとअकेडमिया करेगी करेगी उन्हें वही एक्सपेरिमेंट तो करते रहती हो उनके एक्सपेरिमेंट से कोई मॉन्स्टर निकल गया भाई आगे मत जाओ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सही है ओह नाइट ऑफ फ्लावर्स इराश्तान ですね नीरो-san こちらはまだ取り込み中ですがそうだよかったらお一つ本当にお疲れ様リハルキャンディーなら大丈夫上演前は体型を維持するそうでしたね本当にありがとうどういたしましてこんなに近くであなたのステージを見られるんですから得したのは私の方ですナイスおおいいえちょっとこっちに行かないカッチシーンはバスメバルガリダメゲーム खेल ना पड़ेगा नीलो का डांस स्टार्ट こんなパフォーマンスは見たことがない。なんというか言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。ガーツコウォー俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。ओ अपडेट हो गया था ओ चेंज कर दिया उन्होंने कमांड चेंज कर दी भाई डांस के बजाय उन्होंने कुसनाली को कर दिया कि कुसनाली भाग गई है नाइस एक और स्टेप पूरा वाह हमारे प्लान का अगला स्टेप ओए 今の聞こえたか衛兵が
たくさん。これって計画が次の段階に進んだ。おお、そうだな。そういえばアルハイゼンはいつの間に。じゃあ、ライガラカンさやったくれ。おいら、そういえばアルハイゼンのやつ、前にオルモス校でも同じ。あいつにとって何度やってもせっかん。なんであいつを褒め始めてんだよ。それよりもう一回この段階のニーローの任務は確かこういう段取りだったはずだ。今、クラクサナリデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、多分博士の技術を後ろ盾に何あんな奴を頼るとは。しかし芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は、俺が教練員にいた頃、それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日に赤賢者たちは本当に芸術の意思。俺はそれに似せた缶詰知識を作る。だが今回はその中に偽の情報、そして隙を見つけ、2つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナガルバの被験者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。フリーダム、ややこしいわ。スピーチ and freedom of expression。だが、なかなかよくできた策。ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳な。アーカー社に依存することに慣れてしまった者は、好奇心が次第に薄れていく。アーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景。なるほど。幸い。私はスメールシティで働いてた時、そう長くつけてなかった。ああ、そうだ。誰か当てがあるのか。ニーロだよ。ズバイルシアターのニーロ。やっぱさやからうぜ。仲がいいんだ。オッケー。あいつな、ただこんな危険な計画に参加させるのは。ああ、教令院内のセキュリティを無効化したら。やる気あがんない。わかってる。そこからは。オッケー。やये लोग भिड़ेंगे जो एरेमाइट्स मर्सिनरीज लेके आ रखे थे सिटी के अंदर. अब वो इनको ठिकाने लगाएंगे. ओए मिरो गार्ड्स को आइट सिटी に長いこと潜伏してこの瞬間教練員のお前みたいな目獅子がいるな。なるべく早くシティで奴らを片付けないとな。給料をもらっていい暮らししてる連中なんてたかが知れてる。毎日さ。そういえば教練員の六大賢者直属の衛兵たちは、他賢者たちの言いなりで傭兵としての理念も全くない。ここはど。そうだな。ああ、やろう。こんな重要な任務は大丈夫さ。先生、おい博士、あいつが捕まったとて衛兵たちは彼に手出しできない。確かにな。ああ、じゃあな。आइज़क कहाँ से आया भाई इसमें? बच्चा था ना आइज़क तो? वो इस क्वेश्चन में कहाँ से आया कि कुछ करना है करके? अच्छा, इसको बना दिया कुसानाली. कुसानाली कह रहा हूँ. हाँ, कुसानाली कह रहा हूँ. जिन्होंने याद रखी कुतवा अवॉइड तेरे? नहीं था, इसको कर दिया. ऐ ता, मुझे रिलैक्स करते. जिन्हें गिरफ्तार कर दो. इज़ाक वा, दो याते अरे ला あいつらが来たぞ。教練員の衛兵だ。よし、okay、時間だ、イザーク。グランドバザーの方にリオールかな、ね。チャロフ。おい、やっぱりモーフから、もうモーフに必要ない。なんであっちにも衛兵が。まさか、もう計画とちょっと違うけど。もう時間がない。Hide behind the house, hide in the field. 決断しないと。ガルケピチャチッバイ。フィールドメチッケタキャパタパカルガー、ガルケピチャチッキニパカルパイガサイト。カオクノウシュー。サラガルケピチェドウドンレ。次はどうしよう。Left ケタブダバイ。誰もいないか。時間の無駄だったな。木の後ろまで来なくてよかった。衛兵がすごく警戒してるみたい。アンダーコプチュニティダッシュ。おい、待て。サラブ、ミルギア。お前、ダッシュ、カティ。お、パカラギアウ。ダッシュ、ニガナマラブ。衛兵がすごく警戒して。サラブ、ニムラピチ。
मतलब हम जब डैश किया था तभी मुड़ा इसे। अब कहाँ जा रहे हैं? अपना भी जा रहा है ये। ओए, क्रैक से नारी देवी का अच्छी नहीं रिज़ो, माथे। ओ, देख लिया। अब ले और करना है हमने बस। क्रैक से नारी देवी, नाम दे सक्की किसका ना करता ना? माज़े, मिस करता। बाज़ार, बाज़ार। होकोनी को। बाज़ार की तरफ। क्रैक से नारी देवी रस्ती मुखियों का ग्रैंड बाज़ार नहीं निगे खुंदा। सुगनी। ना इस बाज़ार पे ले और करना था, ले और कर लिया हमने इनको। どこへ行った消えたまさか見失ったのか早く探せおい、ペタトマーレベタイお前たちの隊がどうしてここにいるんだ別れて捜索するはずだったろサッコリオールサッケサブリオールガジャブここはそうだな本当に珍しいこともあるもんだこれで全員か誰だまさか貴様らわざと本当に大ガキまさかクラクサなりデビじゃないちょっとした同業者さ商売がたきでもいいし個人だが私たちの罠にかかったかアタックパカルロインガーツコおプラネゲームスケアセヒラエディン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 待ち伏せだとここはずっと教練員にこもって出てこないからイージーピージチェロイヤーホギャオッケーアガラパートプランかこの感じジュニア・ナガルバの火の儀式が先ほど終わったことにより衛兵はどこだ今までいた衛兵たちは大賢者様どうなされましたか私が呼んだのは衛兵だお前が来てどうするも現在教練院内にいる衛兵は全員命令に従い身柄確保さなりこのそれはクラクサナリデビですが違いましたクラクサナリデビクラクサはいこの今は皆さん混乱していてクラクサナリデビどういうことだクラクサナリデビが逃げただとまさかいやありえん今日の警備は特に厳重なはずクラクサナリデビ奴らは一体何をしたんだ消える待てよおい身柄確保の命令はどうや少し前にアーカー社によって出されましたこのような情報を発信する権限は。レチャック、バイ、テレワインセゲアオーダー。チュティアバナヤトムコ。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。アーカー社には確かにこの情報があり。の、奴らは一体どうやって私の権限をまさか。アルハイゼンの提出した。いや、私がそれをアーカー社に記録する前。あの缶詰まあいい今それが分かっても何の意味もないお前たちはクラクサナリデビが本当か確認その失礼かもしれませんがアーカー社の情報が偽りである可能性はないはずですこれは我々にとってもしもしもアーカー社の情報と知識でさえ自ら では初めから自分で知りに行くのと何の違いがある確かに当時お前たちにアーカー社とマハールッカ・デバータの遺産を いえ大賢者様お前はここを守っていろ大賢者様いやっとエフェクトルクニエグランセジジャブスコインフォーメーションを見りえとメコルカイスネビトペアナヨガカフィタイムセアカシャクラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。ただそんなバカな。もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。の。He escaped! こんなバカなことはありえない。
また現れただと一体と実にマインドトリッカーラマイドルコアザールアーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられるとたとえ大お前たちはいつも自らの脳内へ見せたいと言っていたブレインコーラグラ自らの思う世界しか見てこなかった。オッケー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 、やさわ。だからこそお前たちは彼女が聡明セノ、お前が再び私と対峙することをアーカー社が自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題プライドの高いお前がアルハイゼンやた人は変わるぞアザール。お前たちが何をしろ時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。調べ上げたことについてだが、少なくともお前それがどうした。まさかいや神のお前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてこのlook मेरे को बहुत पसंद है बहुत तगड़ा look लगता है मेरे को इसका साइन होगा ये पूरा अनुबिस जैसा ही लगता है あともうだいぶ長いこと外に動きがないみたい。あやらんこびとばあにかろう。かっとかむのんだりばんだらんげ。そう考えると、ナヒーダは。おう、よ、リシャリ。救世主が来てやったぜ。まさりゃリシャリばあにかれぎや。リシャお前なら絶対助けに来てくれるって。おう、ちゃんと私に感謝するんだ。肩でも揉んでやろうか。サービスかりやパイモンスキーパチャリアガリ。何慌ててるんだよ。まあまあ今はそんなシティの状況だが、セノの方も順調だ。防衛を担当する30人団についても雇用契約に違反しないことを前提に。ナイス。お前たちがシティの30人団大賢者はすでにセノが取り押さえた。セノの手に落ちることがどれだけ怖い。クラクサナリデビを解放するようセノが命令したら、だから早くスラサタンナセ、私たちは神を救ったってことだ。まさか神を救うために結成された臨時のチームが早く行くといい。シティの後片付けは私がやる。オッケー。後でまた落ち合おう。とばんねセンチュリーめじゃけあっこさんありこぶちゃない。ないだ。やるべかん。パルメトロー、エサカテ。एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हमने सेंचुरी में जाके उस नायडा को बचाना है, जो करेंगे अगले एपिसोड में मित्रों। तो इस एपिसोड को करता हूँ यहीं पे खत्म। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं फिर भाई।